はい、今日はまあログインキャンペーンと、まあ、イベントのストーリーを見ていこうと思います。今回は立会の部長と副部長のペア、結構私は好きなペアですね。はい、ということで、はい、見ていきます。あー、かっこいい雪村さん、ほんと好きだわ、ほんとに。ほう、準備運動からずいぶん気合が入ってるな、雪村。もういつもこの二人はいつも気合十分やろ。昨日も遅くまで実行委員の作業でさ、感謝祭も近づいてきたしね。あー、夜遅くまでやってたんだ。大変やな。うん、グループと実行委員の仕事の両立は確かに大変だろう。うん、確かに雪村さん忙しいんじゃない？偉いね、もう練習もして実行委員の仕事も両立して偉いね、本当に。もう尊敬する、本当に。それ自体は楽しいし、やりがいもあるんだけど。だけど？え、どないしたん？本番が迫ってくると、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃってモヤモヤしてきちゃって。あー、確かにわかるわ。もうあれだこれだ、わーわーわーってなっちゃうからね。なんかわかる気がする。うん、それが準備運動への気合とどうつながって。うん、確かにそうなるわな。あー、すっきりした。今日もテニスに作業に頑張ろうっと。ねえ、雪村さんかわいすぎひんか、ほんまに。おい、俺でうさばらしをせんでもらいたい。どないやねん、ほんまに。ということで、もう後でランク上げよう、ちょうどいいということで、まあ、第2話見ていきます。おー、こんな感じか。今日は推しが眺められる。幸せだ今日は。飾り付けに使うガーランドやバルーンの手配が終わりました。ガーランドって何？風船は割れてしまった時のことを考えて少し多めに発注してます。うん、確かに、もう割れたらもう終わりだからね。もう予備はね、やっぱあった方がいいわな。余っても他のグループに使ってもらえそうですから。あー、確かにね、それにあげるよとかも考えてるね。いい判断だと思うぜ。うん、なんかナイス判断だと思う、私も。俺たちの方も正門あたりの飾り付けのデザインを考えたよ。ねえ、雪村さんがやったら絶対綺麗やん。代表ジャージの色でもある、白と黒と赤をベースにしてみたんだ。ああ、アンダーセブンティーンのジャージのね。確かにアンダーセブンティーンだから、この色の組み合わせはちょうどいいかな。うわ、かっこいいですね。気になる、うちも見たいな。こういうのはかっこよく目立ったもん勝ちやからな。うん、確かにかっこいい方が絶対。他のグループの人たちもきっと喜びますよ。うん、きっと喜ぶよ。このデザインと似た感じで看板やオブジェを作るというのはどうでしょう。ああ、なるほど、いいね。ちょっと考えてみようか。雪村さんさ、絵も得意だから、もうなんか美しい感じになりそう、雪村さんがやったら。ああ、ついでだからワンからもイッターに相談してもいいか。なんや、改まって。うん、でどうすんの？まだ下書きやしが、ポスターのデザイン案さ、この中だったらどれがいいと思う？あ、デザインか。おう、シンプルですが漢字がスタイリッシュでクールですね。うん、漢字やったらな、まあ筆とかで書けば結構綺麗な感じにできそうだけど。こっちは反対にカラフルでポップだ。それに3枚目は和柄のパターンまで。カラフルと和柄、どうだろう。シンプル、
ポップとそれと和を組み合わせたやつ。どっちもいいんだけどな。どうなんだろう。先輩、いつの間に用意したんですか。そうじゃなかったら今こういうことしてないでしょ。昨日実行委員会の仕事で商店街に風船用のエアーポンプとか借りに行ったやし。ああ、そうなんだ。その時に思いついたんばよ。商店街にポスター貼ったらもっと多くの人に来てもらえるんじゃないかと思ってよ。ああ、確かにさ、学校祭とかそういうポスターあるよね。あんな感じかな、言ってんのは。その様子だと、もう貼る場所の交渉も済んでいそうだね。で、住んでんの？ああ、思いついた時に一緒に頼んだら心よく許可出してくれたぜ。ああ、もう許可は降りてるんだ。やるやないか。ポスターのことすっかり頭から抜け取ったわ。いや、抜けてどうするのよ。もう忘れちゃあかんやろ、ほんまに。俺もです。でもどのパターンも良くて迷っちゃいますね。確かに。ねえ、どんなのがいいんだろう。結構ポップ系とか可愛いんじゃないかな。一つに絞らずに三つとも貼らせてもらうのはどうかな。なんか3パターン同時になんか作るみたいな、そんな感じ。僕もそれがいいと思います。じゃあ全部組み込むってこと。そうか。じゃそうするか。でもどうやって、なんか難しそうだけど。目に留めてもらえるように張り切って仕上げんとな。でもこういうの一番得意そうな雪村さんがいるから、こっちは大丈夫そう。なんか期待できる。はい、ということで今回の動画はこれにて以上にいたします。ね、ランクがね、もうちょいで234に来そうなんだよね。もう本当にテレラビ今年の4月11日だっけ、初投稿が。あのテレラビの実況の初投稿ね。確か4月あたりだったと思うから、でも1年経たずに300行くか行かないかとか、そういう感じの数字だよね。行くかな。まあイベントとかのおかげでなんとかランクは上げれてる気がするんだよね。今日もねちょっと軽くやったんだけど、もう今日ねもう1回ぐらい開けたいんだよな。あとね1、2、3、4、5、6だから、もう開けられるかどうかわかんないけど、まあ、開けれなかった時のためにね結構ストーリーキーが溜まってるの。こうしてもう87個も溜まってる。ということでチャンネル登録と高評価お願いします。